はい、酒好きな新潟人の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、またグランドキリンシリーズです。いざよいの月。十六夜の月と書いて、いざよいの月と読むらしいです。アルコール度数 5.5%、330ml。原材料が麦芽とホップ。希少なネルソン、ソービンホップを使用したグレープフルーツを思わせる香り。いざよいの夜を見上げて思う秋。だそうです。グレープフルーツね。なるほど。これどこで買ったんだっけ？どこだ？あそこか。セブンイレブンじゃないな。ローソンで買った気がする、多分ローソンだ。だいたい物珍しいやつがあるとすれば、だいたいローソン。そんじゃ乾杯。あ、グレープフルーツ。いざよいの月。うん。ほのかに。まあ、ほのかにでもないか。うん。グレープフルーツの香りと、ちょっと苦味のあるような気が。まあ。しますが、実際はビールとしては全然苦味はないですね。ちょっとグレープフルーツの味がするから、なんかちょっと苦いような気がするだけで、実際は全然苦くない。かといって甘みもそんなにない。てかないですね。甘いビールではない。苦いビールでも、まあ若干苦いかな。でも、そんな苦くないしな。秋の夜中にゆっくりと味わえる個性的でフルーティーな香りが特徴のグランドキリン、いざよいの月を9月1日から、期間限定で全国のコンビニエンスストアで新発売。ネルソン・ソービン・ホップを使用。ニュージーランド産ホップ由来のグレープフルーツを思わせるネルソン・ソービン・ホップ。で、あとディップホップ製法を採用。ニュージーランド産のホップを大量に漬け込むことでフルーティーな香りと上質な苦味を引き出すビアスタイル。キーウィーIPA を採用しました。まあ、まずくはない。まずくはないですね。ただこれ250円ぐらいだんでな。高いよ。高いくせに別にそんなになんか、味濃くもないしな、重いっていう感じでもないし、どっちかっていうとなんか軽いですね。うん、なんか口当たりが軽い、軽やかな。これ絶対あれだって。あ、これ限定醸造です。これ絶対なんか、この瓶が値段高いんだって。無駄に。ワンウェイ瓶使って。グランドキリンってそんなに売れてないと思う。
ただ俺みたいな物珍しさに弱い人間が買うだけの、ね。感じだと。そうそう、関係ないけど。あの、イチローズモルトっていう、あの、ウイスキーっていうウイスキーがあると思うんですけど、これむちゃくちゃ高いので、あの、10万ぐらいの、33年もので10万するらしいですね。で、多分、このイチローズモルトを作ってる会社のウイスキー俺飲んだことが多分あって、なんか秩父って書いてあるね、ウイスキーで有名なのがありますけど、それのなんだっけ、ゴールデンホース、これってあれじゃない、多分ゴールデンホースってあれだよ。この会社だよね。俺が前飲んでうめえって言ったやつ。このゴールデンホース。ゴールデンホースのあの上位版が秩父なんちゃらかんちゃらっていう。めちゃくちゃ高いやつ。ああ、秩父8年か。これ高いんだよな。秩父8年。これ見たことがあるんですけど、どっかで、栄で売ってたの見たことあるんですけど、あ、ゴールデンホースの上位版あったんだ、みたいな。多分この会社ですね。おそらく。ゴールデンホース。あれ、酒造が違うのか。ああ。ん？あれ、違うのか。東亜酒造ってなってるな。秩父12年も。ゴールデンホースも東亜酒造ってなってるけど。でもイチローズモルトのはずなんだけど。ウイスキーで秩父って書いてある、漢字で秩父って書いてあるウイスキー、これぐらいしかないと思うんだけど。違うの？別のあれなのかな？会社違うの？会社、ベンチャーウイスキー、秩父蒸留所。違うのかもしんない。製造販売。違う会社なのかな？あれとあれって。なんか紛らわしいな。秩父なんつった？秩父蒸留所？あ、蒸留所か。間違えた。秩父蒸留所で作られてるウイスキーって何なの？秩父っていう書いてあるやつじゃないのかな？それじゃなかったらあれなんですけど、ゴールデンホースってやつ昔も飲みましたよね。違うんかな？とにかくこのイチローズモルトっていうのがむちゃくちゃ高いのっていうこともないのか。安いやつだと 700ml 3800円で買えるな。まあ高いやつだと33年ものが10万いくらとかで売ってるけど。もう大体売り切れてない。でも6000円とかで売ってるわ。ちょっと高めの、なんか普通のやつでも6000円ぐらいで売ってる。6000円ぐらいって言ってもまあ高いんだけど。6000円でも十分高いんだけど。
このイチローズモルトって聞いたことある人結構いるとは思うんですけど、ウイスキーの好きな人は。俺ずっと知らなかったんですけど、イチローズモルトのイチローって何なのかなって、イチローって何誰って。で、いわゆる野球のイチローしか知らないんで、誰かなと思ってたら、創設者の人が、イチローっていう名前の人らしい。だからそっから来てるらしい。まあ創設者が今現在現存してるって。結構新しい会社ですね。あ、そう、マルスウイスキーっていうウイスキー。まだ俺飲んでない。そこにあるんですけど。そこにあるんだけど、飲んでないんだ。マルスウイスキーっていうのがこの会社のあれらしい。多分ね。また間違ったらあれだけど。多分そうなんですよ。ここの会社のあれなんだよ、ね。マルスウイスキー。違うんかな？まあなんか、違ってたらごめんなさいですけど、ね、ゴールデンホースのあれとは違うのかもしれない。でもマルスウイスキーもうまいっていう話だから買ったんだけどね。まあ飲んでないんだけど。マルスウイスキー本坊酒造株式会社。これも違うのかな？よくわからねえな。マルスウイスキーのね、サン&セブンっていう。3年以上の熟成のやつと7年以上の熟成を合体させた、ブレンドしたウイスキー。これ、今そこにあるんですけど。まあ、飲んでない。違うんかな？よくわかんねえな。会社違うんかね？でもなんでこのイチローズモルトのとこに載ってんだろう？あ、違うわ、これ。あれか。店か、ただ。サイトはないのか、サイトは。秩父蒸留所の、サイト？公式サイトはどこにある？ベンチャーウイスキー。株式会社ベンチャーウイスキーは、埼玉県秩父市。あ、埼玉なの？秩父って。どこにあるんかとずっと謎だったんだけど、秩父って、あれ、埼玉にあるのか。で、創業者は、なんだこれ、なんて読むんだこれ。なんとか一郎。東亜酒造の創設者の孫である、あー、そういうことか。そっから繋がってくるわけか。あー、東亜酒造の創設者の孫かよ。そういうことか。ってことは、まあ、まあ、あれですね。いわゆるゴールデンホースっていうのはまあ、東亜酒造だけど、まあ、あながち間違いでもないわけだ。創設者の孫である、なんとか、日戸一郎かな？日戸一郎が創業した企業。東亜酒造で製造していたウイスキーの原酒の販売を行う。あ、そういうことか。東亜酒造の製造していたウイスキーの原酒を使ってんのか。あ、原酒か。あ、なるほどね。ああ、そっちはブレンデッドだけど、あ、多分シングルモルトの方で使ってるってことか。東亜酒造はそれの原酒にいろいろ混ぜて、ブレンドしてるのが東亜酒造の会社ってこと。また自社でも秩父蒸留所を設立し、ウイスキーの製造を始めている。イチローズモルトというブランドで、ウイスキーを販売している。同社のアルコール度数56% だ！アルコール度数 56% だって、のイチローズモルトカードシリーズのキングオブダイヤモンズは、イギリスのウイスキーマガジンのジャパニーズモルト特集で最高得点のゴールドアワードに選ばれた。はぁ、あ。キングオブダイヤモンズ。だってかっけえな、名前。
で、2004年の9月に秩父県秩父市に設立した会社が、その株式会社ベンチャーウイスキーと、まあ、いわゆるこの、イチローズモルトの会社がベンチャーウイスキーっていう会社。はあ、2004年ってまだ10年ちょいしか、11年しか経ってない会社じゃん。すげえな。11年しか経ってないのに、そんなすごい賞を選ばれてる。で、2008年の2月にウイスキー製造免許を取得。あ、今とそこで取るんだ。で、2007年2月に日戸一郎のを2年間の月日をかけて追い続けたヒューマンドキュメンタリー。モルトドリーム、世界一小さな蒸留所ができるまでが公開された。イチローズモルトカードシリーズ。ラベルにトランプの絵柄を採用し、それぞれ風味の異なるウイスキーをボトリング。はあ。中訳。日戸一郎自身もサントリーを経て、東亜酒造に入社している。はあ。なるほど。サントリーを経て。なるほど。じゃあ、ある程度あれなのか。なるほどね。東亜酒造。じゃあ、俺も結構舌が結構良かった。良かったというか、ある意味あれなんですかね。間違っちゃいなかった。この会社の、ゴールデンホースのね、会社が、の孫だからね。創設者の孫が創業した企業が当たってるってことは、東亜酒造自体は大して良くなかったっていうか、多分そこまでウイスキーの、あれは良くなかったんじゃない？だって、知らないもん。東亜酒造なんてガチであれだもん。俺ぐらいしか多分知らないですよ。俺は結構東亜酒造って言ったら知ってますけど、焼酎の、香類焼酎の出してる会社です。結構有名な、香類焼酎のブランドだと割とメジャーな方です。でもウイスキーはこの会社そんなに知らないもん、ね、東亜酒造って。だからゴールデンホースの秩父南朝加管とか8年とかっていうのは多分あれ、東亜酒造の会社なんだ。あ、そういうことか。なるほどね。ちょっといろいろ謎が解けた。謎はすべて解けた。ゴールデンホース、ゴールデンホースとかまだ結構ほこりかぶってるけどある。めちゃくちゃほこりかぶってるけど。むちゃくちゃほこりかぶってるけど。あるわ。ちょっと飲みますか。ちょっとほこりを。これね、ここのね、会社のマルスウイスキーっていうのがね、俺買ったんですけど、まあ飲んでないんだけど、すごい、ハイボールに合うらしくて、1.8 リットルとか大容量で出てるやつがあるんですけど、すごい、ね、ハイボールに合うの。マルスウイスキーの、マルスエクストラだっけ？サンピースウイスキーだっけ？それもなんかそんな感じじゃなかった。この会社じゃなくて。それも合うんだって。ハイボール。だから俺よくハイボール飲むから、買ったんですよ。でも飲んでないんですよ。なんでかっていうと、あれだから。他に飲むウイスキーが腐ることあって、飲みきれねえから。ずーっと置きっぱなしだったから、これ。ほとんど飲んでね。うまかったんだけど。ストレートで飲んだ感じ、すげえうまかった。でもこれ、むちゃくちゃ安いんですよ、これ。これだって、いくらだっけ？むちゃ安い。1000円切ってる。1000円以下です。確か、800円ぐらいちゃう。しかもあれだからね。これ、ウイスキーの、
あの、あれだから、なんだっけ。これ、ジウイスキーでもない。ジウイスキーです。このゴールデンホースってやつ。すごい渋いんですけど。で、値段が安いから、もう、あの、しかもこれ、原材料を見るとね、モルトとグレーンとね、ブレンド用アルコールって書いてある。ブレンド用アルコールって書いてあるんでね、あんまりね、あの敬遠される。敬遠されがち。で、アルコール度数が37度。低めなんです。で、容量が 720ml。で、製造者が株式会社東亜酒造。埼玉県の会社です。やっぱり埼玉県。ここにね、ジウイスキーって書いてある。ジウイスキーって書いてある。でもうまいんだよ、これ。ブレンド用アルコールって書いてあるから、すげえまずいだろうなって思うんだけど。薄いんじゃないかなって思うんだけど。ブレンド用アルコール入ってるウイスキーって大体まずいっていうパターンなんですけど。まあ確かに、あの、俺も今まで飲んできた中で、ブレンド用アルコール入ってるウイスキーって何個か飲んできたけど、ブレンド用アルコール入ってるウイスキーって何かあったっけ？あれ、リンとかって入ってたっけ？でもリンも美味しいんだよな。リンも普通にうまいんだよな。じゃあ乾杯。まあ普通にうまい、うまいっていうか、うん。まあ値段が値段ですからね。うん。でもあれですよ。ブラックニッカクリアとかに比べると全然美味しいです。はっきり言って。ブラックニッカクリアあれ、蒸留、あれ、ブレンド用ウイスキーじゃねえ、アルコール使ってないのに、あのクリアさですけど、こっちはね、まだ美味しい。ブレンド用アルコール使って、ブレンド用アルコール使ってるの結構美味しい。リン。リンって確かブレンド用アルコール使ってたっけ？あ、使ってますね。リンね。ブレンド用アルコール。これ使ってるけどうまいんだよな。ただ本当にまずいやつだと、俺が、もう、一押しのまずいウイスキーがあって、ブラックに、違う、トリスウイスキーのブラックなんですよ。サントリーのトリスウイスキーがクソまずい。これはガチでまずい。昔飲んだんですよ。サントリーのトリスウイスキーブラック。トリスブラック。これがね、もうまずいことこの上ないんで、絶対に買わない方がいい。俺4リッターのやつ、てかトリスブラックってね、あれ、4リッターのやつとか1.8リッターとか、そんぐらいでかいやつしか売ってないんですよ。で、しゃーねえなと思って、トリスブラックを買ったらくっそまずくて、大変な目にあった。消費するのにね、1年ぐらいだった。あれでもこのトリスウイスキーってモルトとグレーンしか使ってないのか。あ、じゃあ、ブレンド用アルコール使ってるやつ、じゃないのか。あららら。あららららら。ってことは、このパターンでいくと、むしろブレンド用アルコール使ってるやつは大体安くてうまいという結論に達するんだが。リンもうまいしな。ゴールデンフォースもうまいし、リンもうまいんだよ。リンも普通にうまいと思う。これちなみに、あれだから。製造者が宝酒造っていう、俺が一番一押しの会社だから。これはぜひ、リンはね、ぜひ飲んでもらいたいけど、今はもう売ってんなって売ってるかな。もう最近リンそういえば見ないな。俺がウイスキーにはまり出した時にこのリンのうまさに気づいてね。うめえみたいな。マジでみたいな感じで飲みまくってた。記憶が。ある。適当に冷やして、冷凍庫の中に入れてロックで飲んでた。
感じですね。本当に美味しいですよ。だって値段が 700ml 600円とかですかね。ブラックニッカクリアよりか下手したら安いパターンの。あれだから、ね。本当に美味しい。でもブラックニッカクリアもあれなんだよね。あのクリアさでブレンド用アルコール使ってないって言うんだから。びっくりだよね。やっぱこれのね、上位バージョンがシングルモルトらしいです。あ、出た。俺がね、飲みたかったウイスキー、オークマスター。っていうウイスキー生産終了しました。まあいいや。まあまたね、今度。まあ、なんだっけ、マルスウイスキー 3&7 ってやつ。飲んでみますけど。まあ、時間があれば。いつか。イザ酔いの月ですよね、飲んだのはね。コクはあんまりない、甘みもない。甘みも特にない。香りも、特に、香りもまあ、普通ぐらいか。まあでもまあ。まずくはないにしろ、うまくはないかな。2233です。ご視聴ありがとうございました。